県大は坂の上にあるので毎日坂を登ってから学校に来ることで達成感を味わえます。県生活の思い出は、夏の集中講義で太極拳を取ったことです。太極拳はもう忘れました楽しかった。あ、太極拳を取って技ができるようになりました。私は田川先生のゼミに入っています。田川先生は高齢者や介護保険について研究されている先生で、そのことのについての改善点や今後の見直しの検討についての知識を得られるだけではなくて、田川先生は個別の支援についてのアプローチの方法などについても研究をされているので、その制度的な改善点とともに個人に対してどう接していくか、支援を展開していくかについても学ぶことができて、毎回のゼミでは他の講義にも発展していくようなヒントとなることが、たくさん学べています。すごくおすすめなので、ぜひ田川先生についていきましょう。県大の魅力は緑豊かなキャンパスと資料が充実している図書館です。キャンパスはこのような自然にあふれていて、晴れている日は芝生の上で友達とご飯を食べることができます。図書館は資料集めに最適で充実しているので、レポートなどの資料集めに役立ちます。大学生活の思い出は学園祭です。大学の学園祭は高校の文化祭とは違って、ゼミやサークルごとに出展をするためたくさんのお店があります。私が1年生の時に学園祭に行った際は、タピオカのお店や唐揚げのお店など友達と一緒に回りました。普段はバイトや課題などで忙しい毎日を送っていますが、このような機会があるとそれを忘れて思いっきり楽しむことができると思います。渡辺ゼミに所属しています。ゼミは障害や子どもなど分野ごとに分かれていて、私は地域福祉を中心に学んでいます。今は自分の住んでいる町紹介をしていて、それぞれの町の特徴を知ることの面白さを実感しています。ゼミでは卒論の書き方など基本的なことから教えてもらえるので、安心して取り組むことができます。私たちは地域でも活躍しています。社会福祉学科の学生が活動しているサークルにはメダカの会、子どもの広場、ドナメネット in 愛知などがあります。これはドナメネット in 愛知の活動の写真です。ドナメネット in 愛知とは、一緒に食事を囲むことで地域のつながりを作りたい、そんな思いを持って長久手市で活動している学生団体です。積極的にボランティア活動を行っている学生も多いです。これは長久手市の認知症カフェに参加した際の写真です。大学での学びを生かしたアルバイトを行っている学生もいます。これは長久手市にある社会福祉法人無双が主催したイベントの写真です。